建設時の搬入ルートです。建築物沿いに加工すればアーマーンの外壁に到達します。守りは固いか。肩慣らしにちょうどいい。レイダー、行くぞ。了解。その使用を提案。現在のジェッキーのステータスとあなたの腕があれば楽勝です。アヌビス、やっていきましょう。もう戦闘始まってるけど、ゼロシフト使えるようになったね。よくわからん瞬間移動的なものだからね。これ1対1の方がさ、ゼロシフトは機能するんじゃないか。これやってちょっとわかんねえな。ゼロシフトじゃなくて、やっぱりミサイルでしょ。ミサイルマジで強い。いや遠距離戦、いやマジ強いよ。いけ、ほい、下へ降りていく感じか。あ、来た。あ、待って待って、これはしまったな。フォーミング、これでやった方がよかった。これだけ出てきたら、いいね。倒した。いけ。はいはいはい。いやー、早い早い早い。フォーミングミサイルが強い。エネルギーの消耗が激しいけど。お前どうやって？聞いて、もうアーマンが指導するわ。だけどディンゴ、ここには来ないで。もう近くまで来てる。ディンゴ、私嘘をついてたの。本当は連合宇宙軍のスパイじゃない、ただのバフラムのランナーよ。らしいな。驚かないの？言っただろ、スパイがノーマンの下にいられる方が不思議だ。だがなぜ嘘をついた？信用されると思わなかった。ただの一兵士が反乱を企んでるなんて。確かにまともじゃねえな。私の父も軍人だったの。バフラムのあなたの部隊にいた。なんだって？父はカリストで殉職したと聞かされたわ。私は父がなぜ何のために死んだのか知りたかった。だからバフラムに入ってノーマンに近づいた。父はアーマン計画のために死んだ。でもそれを知ったところで私は何もできなかった。あなたと違って人望もないしね。アーマン計画が佳境に入った時、カリストでジェフティを見つけた時、あなたが現れたわ。私は思った、あなたはアーマンを止めなきゃいけない。父のためにも。リチャード・マリネリス。そうよ。よく助けられた。でももういいの。ここには来ないで。ノーマンは危険よ。俺には義務があると言ったな。え？もう少しそのつもりでいてくれ。ダメよ。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。頼もしいな。変わってね。ノーマン、早く来い。お前を殺すまで待ちきれん。あいにく
もう一度死ねというなら道連れがいるぜ。好きなだけ連れて行け。私も手伝う。悪いが道連れは一人に決めてる。嬉しい、ディン。本当に嬉しい。ターゲット確認。戦闘開始。また。とっとと片付けましょう。そうだね。ホーミングレーザーにとっとと片付けよう。え、近接？いや、こっちいいでしょ、別に。ほら、超強い。いや、いけない。敵がいるんだな。早いな。まだいるか。ただエネルギーがなくなった。エネルギープリーズ。完全にガードされるっていうのがイカれてるよな。高すぎだろガードが。他の真ん中とか減ったはガードしようってことガード関係ねーし意味不明だ。ゼロシフトで抜けろってことこういう感じね。ほいぽよそういうこと早く言ってくんないかな。すげえ減った。半分以上減ったんだけど。もう掴んで進んでガッと。あーなるほど。もうないっけ。遠いな。めんどくさい。ほいよしよしよし。でもだいぶ進める距離がこうやった方が早いんだよね。トマトのテクスケープ掴んでほいほいほいってよし近づいてきた。
ね、これ減ってはないよね、ガードしてれば。ちょっと怖えな、なんか。近づいて、もう、ちょ待って、待って、大丈夫これ。よし、ブレードで攻撃できないの？待って、トゥートゥートゥーってなった後も結構ため時間はあるね。どっちがいいんだ、フォーミングレーザーがいいのか、これを撃った方がいいのか。捨ててるわ。この向こうがアーマン。先に行く。行かせてくれ。ビンゴさん、気をつけて。このゲートは圧縮空間によって封印されています。ベクターキャノンを使用しなければ突破は不可能です。あ。ジェフティとアヌビスは完全に互角です。あとはランナー次第か。エイダ、どう思う？絶望的ですが、やるしかありません。わかった。エイダ、ラグに行こうぜ。あ、メタトロンがある。取ってくか。メタトロンを取得。ベクターキャノンなんてもう本当イベント用だよね。これ行き過ぎると死んだりするのかな。ここで撃てばいいの？ベクターキャノン。ほい。ベクターキャノンモードへ。本当に？エネルギーライン、前段直結。ランディングギア、アイゼン、ロック。チャンバー内、正常パーツ。中心向けて撃つか。ライフリング、回転開始。撃てます。おお。いけるようになった。バシリア領土のほぼ半分を占めています。だが要塞って雰囲気じゃないぜ。何かのコントロール施設のようです。メタトロン反応も微量です。コントロール、ここはアーマンじゃない。来たぞメイン。を目の前にしただけでそのざまか。悪いな、ただの武者震いだ。さてやろうか。来い。ちょっと待ってね、ベクターキャノンはさすがに当てる。ゼロシフトだ。ここはゼロシフトでしょう。はい、分かんない。ゼロシフトの使い方がそんなの分かんない。強くね。え、よくわかんないけどさ。すげえ切ってんだけど。ブリゼルセットを使って近づいて、これだけでいけんじゃん。罠か。
ゼロシフトにつけてあげなよ。あの機体には剣が怒るな、ディンゴ。ほんの余興だ。やはり模造品は模造品だろ。本物とは比べ物にならん。ふざけるな。攻撃で本体数箇所及びハイムのベクタートラップに損傷。ノカ。コネクションチェック。使用可能装備。ダッシュ。バースト。ブレード。グラブ。ゼロシフト。以上です。ゼロシフト使えんだ。圧を倒すには十分だ。十分十分。ゼロシフトが使えれば十分よ。使いこなせてないけどさ。え。道の戦いってって、そうだね、ゼロシフトにして、どこ？いいね、開いた。来いディンゴ。なんだよ、本当わかんない。あ、そうか、あれ使えないんだ。遠距離攻撃壊れてるから。こっちだ。ってことはチェックインしてブレードを放つ。これだけだな。ここだ。え、食らった？何か食らったな。ダッシュはできる。これ突っ込んだら多分あれだな、別にワープしてるわけじゃないから高速移動なんだよ、ただの高速移動なんだよ。だからこれは避けなきゃいけない。
ったからやばいんだよ。ダメージ 50% オーバー。素晴らしい。これは避ける。で、だいたい 25% もくらう。あとはひたすらこれの繰り返しか。これ避けるでしょ。でこれゼロシフト使って食らってるし。これは避けなきゃいけない。でこの後いや硬すぎでしょ。よし、これの繰り返し。死んだら死んだらしょうがない。あとワンターン。あれ見失った。これが一番いい。これで近づいて切る。もう作業芸だな。アヌビス戦闘能力を失いました。あ、顔がジェフティの顔が。レオ、無事か？ああ。ケン！リンゴ。アヌビスは倒した。怪我はないか？あちこち痛いわ。救助呼ぶ。怪我人がいる。収容できるが。すぐ船を送る。リンゴと言ったわね。話しておくことがあるわ。なんだ？その機体、ジェフティはアーマーンの中枢で自爆するようセットされている。レオに聞いた。それをセットしたのは私たちなの。アランという仲間がエイダのシステムに入力した。なぜだ？ジェフティがバフラムに奪取された時の安全策だったの。彼らがジェフティをアーマーに持ち込んだ時、エイダの命令でジェフティは自爆。そのエネルギーでアーマーの指導を阻止するつもりだった。汚えやり方だ。でもそれは最終手段よ。できればそのまま回収したかった。カリストに捨てたのは？ジェフティをカリストに隠したのはレオよ。バフラムの手に渡ればジェフティはアーマーンで自爆する。彼はジェフティを隠して自分の力でアーマーンを止めようとした。分かった。ジェフティが自爆する必要はもうないんだな。早く解除してくれ。無理よ。バフラムに解除されないようシステムの根幹に埋め込んだの。ジェフティを自爆させなくてもアーマーンは止められるはずだ。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。くだらねえ。もしアーマーンが。待て。これは本物アヌビスだ。は？早すぎてついていけない。ただ怒っただけ。お、待てもう一戦あるな。これはゼロシフトは使える。終わりだなノーマン。
あんたもバフランも。これからだリンゴ。やはりな。おい、アヌビスが飲み込まれた。アーマーンの本当の力は空間圧縮による地表攻撃じゃない。何？本当の力はメタトロンの空間圧縮特性を最大限に引き出したエネルギーの収縮。そのエネルギーは太陽系全域を巻き込む。そりゃ大事だな。お願い止めて。地球側の奴ら都合が良すぎるぜ。お願い約束しろ。もし俺がこいつを止めたら、地球は二度と火星に口出しするな。俺たちには俺たちの意志がある。火星を自由にしろ。分かったわ。必ず実現する。頭の固い連中に伝えるんだな。それが実現しなければ今度は俺が相手になるってな。誓うわ。信じて。リンゴ。へん、一仕事できちまった。どうする気？死んだらまた生き返らせてくれ。あなたは死なないわ。船で待ってろ。すぐ戻る。ゲッ、こっちの敵いるじゃん。あ、使える。なんかいろいろフォーミングレーザーが使えるようになってんな。ただパンネルはなくなってる。あーでもゼロシフトしかないか。んどこ、ここに行ったのか。え、どこに行けばいいの。なんかエネルギーみたいな。めっちゃエネルギーきてんなと思った。攻撃力は結構強い。うちのジェフティ。あ、なんか出てきた。ゼロシフトで距離を詰めとけ。そうだ。フィラプした。ほい。後ろに行けるの？なんでさ、これ絶対後ろから攻撃してるのにさ、ガードされんの。げえ、めんどくせえのが出てきたな。ゼロシフトだけだからな。え、なんか、え、どこ行った。これ普通の雑魚敵だよね多分。え、違う。ただの雑魚になり下がった。もしやバイオラキ。ただの雑魚的になり下がったっぽいな。かわいそうに。まあ質の悪い量産型がいっぱいあったんだろうね。何修復してんの。アーマーは私を選んだ。アヌビスと融合することで
アーマーが初めて進化を出す。見ろ、メタトロンの完全なる結合、全てを終わらせる破壊を。わかんない。わかんないけど、とりあえずゼロシフト。わからん、当たってんだか当たってないんだか全然わかんない。ヒット目とは減ってる形跡はない。あ、ちょっと減ってる。うわ、遠距離攻撃、遠距離戦は不利か。ゼロシフトの使い方がマジでわかん。かわしたいけど無理か。やばいやばいやばい。ここまで長期戦になって負けるのはめんどくさいな。
ガードが硬すぎる、とにかく。あ、やばい、死んだー、めんどくせー。
よーし、超時間かかったよ。任務の時、あんたは俺たちを生贄にした。そうだな、あんたが俺の仲間を殺したんだ。だからどうした。虫けらが無様に死んでいく姿をこの目で見たかったぞ。俺の仲間が待ってるぜ。私は全てを破壊するために作られた。
飯を呼んで。エイダ。エオ。アヌビスを使った。ジェフティとアヌビスが等価なら、その起爆力も等価だ。こんな役目はあいつの方が似合いだぜ。私は命令に背いたのでしょうか。いいんだ、エイダ。え？それでいいんだ。力は正しいことに使え。少なくとも自分がそう信じられることにな。それは誰の牛耳？お前の親父さんだよ。今度はまともな体にしてくれ。気に入らなかった？いや、俺にはちょっとでかい。分かったわ。信じてる。一応これで終わりだけど、ちょっと飛ばしちゃう？リザルト。総合評価 C。セーブ回数とかもさ、カウントされるんだ。コンティニューめっちゃしてんな。めっちゃ死にまくったかな、ボス戦で。という感じか。これはもう最初のところだね。まあそんなわけで、アヌビスゾーンオブエンダーズ終わりましたけれども、まあ面白かったけどね、ボスがねちょっと、死ぬとだるいかなっていうところはまあありましたけど、ノーマルでもね相当難しいんで、さらにこの後なんかハードとかエクストラハードとかその上もあるみたいなんでね、もうそれはちょっと無理なんで、とりあえず、アヌビスはこれで終了したいと思います。全体的にはね、もうかなり面白い作品なんで、まあもう興味があったらぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。